こんにちは。今日は何曜日や。金曜日か。昨日木曜日やもんな。金曜日。明日アイドル失格やん。おお。最終回じゃん。もう読んだの前すぎてあんま覚えてない。なんかいろんな本と混ざってる。あれ？これがこの話やったっけ？ってなる。しかも映画と本、映画？ドラマと本違うって言うやん、内容。だから余計に分かってない。今日こそみんなおらんと思ってる。こないてんちゃうで、あくびやからな。ハンジさんのストーリーに妹とのプリクラを載せてた。だからさ、こういう時にさ、インスタやってなかったらさ、見られへんからさ、もう勝手に作っていい？もう見る線で。え、いいよな。ただアンジュさんの見たいだけなんやけど。ただアンジュさんのインスタ見たいだけなんやけど、作ったらあかんのかな。ほんまにただただアンジュさんの見たいだけ、あかんのかな。見る線で。眠いですね。ちょっと部屋片付けなあかんな。だって生誕も新しいの来るもんな。一回片付けなあかん。うち、よかった？よかった。今日あったかいな。わさび寿司全然いけたね。ただちょっと腸がよう動くなくらい。なんか腸が活発やった。ずっとキュルキュル言ってたけど、食べた時は全然やったで。あれコツがあんねんけどな。っていうかその場で気づいてんけどな、鼻から抜けたら反射で目が赤くなるから、抜けへんように吸うねん。こう落としていくねん、風を。こうどちらかというとこう出していくようにしたら鼻から出ていけへんから目が赤くなれへんねん、っていうことに途中で気づいた。で、あれ私なんかずっと噛んでるけど、これ飲み込んだ方がいいんちゃうと思って飲み込んだら来たから、目がな。だからそうやな。でも飲み込めたら一気にいった方がいいかもしれんな。鼻からとりあえず抜けへんように。まあ喉を通るときはしゃあないけど、もう通さなあかんから。だからこうだけ空気がいかんかったら割と目は赤くなれへんと思う。でもエリナさんすごいな、気づいてくれたの。なんか嬉しい、ちゃんと見てるんやなって。
でも私ゆいなさん予想やったんやで。なんかゆいなさんの手の動きとさ、痛い時ぴょんぴょんしそうやなって思ったからさ、ゆいなさんかなって思っててんけど、りさちゃんがシンシンさんやったんで、さかたんがカレンさんやったんで、私ゆいなさんやって全員違うやんってなって、でシンシンさんもう一回見たから次誰にしようってなってゆいなさん見てくれて、でちょっと違うかもなーってなってカレンさんになってんけど、なんか一番かわいそうやったゆいなさんの動きが一番なんかかわいそうな動き方してたからゆいなさんかなって思ったなんか心配になる動き方してたかわいそう。でもちょっとやってみたかったな。あとあれもやりたかった、縄跳び。ほんまは私な、縄跳びが良かったんけどな、わさびやるって言ったらな、なんか自分からやるって言ってん、なんかさかたんがわさびは嫌やなって言ってて、わさびいいでって言って、私がなんか顔面ラップしてくれてるしさ、なんか申し訳ないなと思って、わさび全然いいでって言ったら、なんて辛いのって痛覚やん、痛覚鈍い人やん、足ひび入ってても踊ってるような人やから、から多分いけるやろうと思って、で演技する方が苦手やから多分、からもう自分やるでって言ったら、そうなんかりさちゃんがちょっと全部やってもらうの申し訳ないから足つぼやるわって言って、いや私学力の方が自信ないねんなと思って、でもやってくれるって言ってたから任せてんけど、ほんまは私はナートリーの方が良かったな。だってさ、何個か出すって言ってる時点でさ、あの学力もう絶対英語やん、数学か国語なわけないやん、英語か社会の問題やろなって思うやん、なんかなんやろ、武将答えろみたいなんやったらさいっぱい出てくるしさ、英語で何々とかやったらいっぱい出てくるけどさ、数学でなんやろ絶対値が何々の数字とかさ、むずない、2個しかないやん、もうそもそもとか、素因数分解しなさいみたいなんでもさ思んないやん、から数学の問題とかってさ絶対出へんやんか、何個も答えろって言ってる時点で、国語とかも無理やん、だって何個もないやん答えな、なくない、国語の問題って思いつかんな、文節に区切りなさいとかむずいやん、あれか、各助詞を答えなさいとか、うん、思んないやん専門的すぎて、あ、わかるわ、カタカナでもな、そもそもフルーツが出てこへんくてさ、3つしかアップルが出てこへんくてさ、何が出てきたっけ最初、いちご、オレンジ、バナナ、桃だけしか出てこへんくて、女子、あと上一段活用とか、上一段活用のところをみたいな、抜き出しなさいみたいなとか、おもんないやん国数やったら、理科もないやん、ここの名称、まあ、名称って言ってもさ、あ、花の作りをみたいなとか、植物の種類を多く書きなさいとかやったらいけるけど、理科やったらまあありそうか、でもそんな出てこへん理科って、こういう問題で、岸田植物とか苔植物とか、この誘導をなんというかみたいな、電磁誘導みたいなとかさ、もう覚えてない人らもう思んないやんから、あ、素数、素数とかもうすぐわかるやろ、だから思んないやん、だから大体出るのって社会か英語やん、こういう時なんか将軍を答えろ系か英語でなんか書けとかやんか、だからもう絶対あかんわと思ってたやん、社会も英語も苦手やし、ちょっと単語帳見ていこうかなと思ってんけど、どこ出るかわからんしなと思ってやめてん、足つぼやったら若いし生きるかなと思ってんけど、なかなかまあいいけどな
理科室にあったもの、ハリセン、あれな私ほんまに苦手やねん。なんかな、えいってやるのが苦手やねん。まあ素手じゃなかったからよかったけど、なんか物持ってたからまだマシやったんけどさ、重いねんあれがそもそも。めっちゃアンジュさんがさやってるの見たことあってん、可愛いなと思ってたけど、アンジュさんって割としっかりパチンってやるやん、からなんかじゃあ私もそうしようと思ってパチンってやるつもりでおってんけど、意外と重かって、あ重いってなって、勢いつけたらさ重いからさ遠心力でさブンっていくやん、からさ勢いつけようと思ったけど、どのくらいなんかわからんくてさ、あんまり上げんとやったらさそんな微妙やってさ、カレンさんの時めっちゃ上げてやってん、ボーンって、ならめっちゃいいバチンってなって、でシーシーさんもうそうしようと思ってんけど、なんか折れそうやなと思って、なんかポキっていきそうでさ、ちょっとなんか緩くなっちゃった、ボキっていきそうじゃない、シンシンさんなあ、アイドさんな、思いっきり叩いてたのがさ可愛かったからさ行こうと思ってんけど、ちょっと折れそうすぎてやめてもらった。あそう背中パンってやるのな、じゃあね叩くの苦手やねん、そもそも人に力を加える行為が苦手やねん。何が苦手やろな、バーンってするの苦手やし、腕相撲も苦手、あんまり得意じゃない。まだこう二人でこうやるんやったらいいけど、なんか二人でやってるのを助けてってこうやるのが苦手、なんか変な汗かいてくる、怖くなってとか、あと何やろな、髪の毛くくるのとかも苦手、割とヘアアレンジ好きなんやけど人のはなんか怖い、痛そうで。何が苦手やろな、燃費で誰が仲いい、リサちゃんかな、ここは優しいからな、ゆきのちゃんとかやぴょんとかやっぱり同期になるよな、うん、肩叩き苦手分かれへん強さ、じゃマッサージとか苦手かもしれへん、なんかさ分かれへんねんな、別にめちゃめちゃ自分が強いから加減し方が分からないとかそういうことじゃないで、なんか普通にどのくらいでやるのが普通なんか分かれへんくて、でき休憩で仲いい子、仲いいかどうかは分からんけど、ほのぴー好き、どこよりも好き、なんかなんやろな、優しい、いい子そう、他が喋ったことないからかもしれんけど、めっちゃいい子じゃない、頭突き強そう、こっち私頭突き強いんかな、わからん、そんなことないと思うけど、頭突きするタイミングなくない、いつやんの、昨日の8期を見つめる表情がおもろい、仮面ラップすごいよな、でもいや私もやれって言われたらやるつもりだったよ、けどやってくれるって言うんやったらやってほしいなって思ってた、なんかさもういつかさこれでおられへんくなるやん、このキャラってさ長く持てへんやん、もともとでも数でさこんな感じないけどさ、なんかあんまりこのままやとさなんかあかんからさ、こうやる時もさ来んのかなとか思ってさ、それやったらやろうかなって思ったけど、最近やるでって言ってくれたから、あそれならそれならちょっとお願いしたいなって思って、んで申し訳なくなってわさび食べるっていう、力を加減する、いや加えんのが苦手、なんか分からん、たその人の感覚が分からへんからさ、なんかどのくらい痛いか分からんのに加えるっていうのが苦手、
なんか自分ってさ割とさあの痛覚鈍いからさ、鈍いんか、ね、神経まで届くのが遅いんか分からんけど、なんかほんまにさ、だって日々入っても踊れるし、わさび食べても全然いけてるから、多分ほんまに鈍いんやと思うねん。からさ、普通の人でどれくらい痛いか分からんからさ、なんかあんまりあれなんかもう苦手なんかもしれん。どのくらい痛いんやろうって。なんか全然一曲踊ったしな。しかも左の足日々入ってんのに左で回ってたしな。ティラノサウルスやばい。おもろ。わさび全然いけたわ。いや私なコツ見つけんのがうまいかもしれへん。わかった、コツ見つけんのうまいわ。だってさ、わさび買ってさ鼻から抜けたら来るからさ、こう出すとかさ、あとあれやん、あの金縛りになった時のほどき方とかもさ習得してるしさ、日々入ってんのもさ、なんかここにこうなって回ったら痛いから、若干こうやって回ったら痛くないんじゃないみたいな、もう習得したりとか、一回これなんか引っかかってる感あるからバキッてやったらいけんじゃんとかって、バキッてやったらあなんか歩けるようになったみたいなとかさ、なんか見つけんのうまいんかもしれへん、コツ。だってなんかなあ、そうじゃない、だって痛いのは痛いねんし、辛いんやけど、なんかなんかいけんねん。分からん、なんでなんやろな。おもろい、まあ、危ないねんけどな、そっちの方が。だってそれで火が入ってたからな、もうちょっと動いてな、悪化してたらあかんから、ほんまは痛いってなる方がいいんやろうけど、なんか鈍いのか分かりやすいのか、私はあんまり感じないタイプですね。でもわさびの辛いのってなんかまた違うくない？なんか唐辛子とかのさ辛い感じじゃないやん。なんかあんま食べたことなかったんやけど、なんかちょっと入ってるのを間違えて食べちゃったぐらいで食べたことあんねんけど、なんかそんな大量に入ったのは食べたことなくて、味をなんかわさびを感じるのくらいのお寿司を食べたことなかったんけど、なんかそんななあめっちゃ辛いって感じだけどね。なんかなんやろ、通ったとこがなんかじわーみたいな。そう、鼻に来たら終わりやから口から出すね、風邪をな。物をじゃないで、じゃ目にさ出るやん、赤くなるから。でもさ2人めっちゃ演技上手くなかった？あれめっちゃおもろかってさ、もうなんか坂田もさすがやなって感じないけどさ、リサちゃんもめっちゃおもろかってさ、なんかすごいなと思って、めっちゃおもろかった。あれ上手すぎてさ、ほんまに私演技の方じゃなくてよかったなと思って、すごいでな、あれめっちゃおもろない？上手すぎやろ2人。上手いよな、めっちゃおもろいでな。でも私カレンさんはすぐ嘘やって分かった。あ、なんか嘘っぽいなと思って。じゃあね、ゆいなさんがガチっぽすぎてさ、二人がちょっとあれやと思うわ。なんかうまいねんけど、なんか手が痛そうやった。一番かわいそうな指してた。え、あのわさびはうますぎるわ二人。なんか坂田のさ顔がさ、こっち向いてんねんけどさ、こうめっちゃおもろくてさ、ほんまやんと思って。しかもみんな目うるうるしてるとか言っててさ、ほんまにってなって、すごいよな。私は鼻から抜けたらやばいから、どうやったら赤くなれへんかって考えてるけどさ、二人はどうやったら赤くなるかって考えてるからさ、めっちゃおもろいでな。鼻ヒクヒク得意、ほんまにおもろいでな。よかったわ演技じゃなくて。演技にしてたら多分やばかったわ、二択に絞られてたと。15分経ってる？経ってるな。よし終わろう。ランキング見ます。13位やすさんありがとうございます。12位てつみやさんありがとうございます。
11位、上田和樹さん、ありがとうございます。あ、行き過ぎた。10位、夢、11位さんの声のメロディーさん、ありがとうございます。9位、ゆめゆめさん、ありがとうございます。8位、まちかねぐきたるさん、ありがとうございます。7位、オレオーズさん、ありがとうございます。6位、なべちゃんさん、ありがとうございます。5位、せいくんさん、ありがとうございます。4位、ケビンさん、ありがとうございます。4位、まきこさん、ありがとうございます。2位、りっちゃんさん、ありがとうございます。1位、さとくんさん、ありがとうございます。よし、あー手が右手が重かった。どうやったら叩けないの。叩く練習って いらんやん。むずない？こうはなる、こっちが。ちょっとやってみるわ。なんでできひんやろな。これもあのストレッチの時のこれも強い。なんかな、音鳴れへんねん。パンってなっちゃう。でもこれはまださ、自分で痛み分かるからさ、強くできるんやけど。なんなんやろな、苦手。ちょっと調べてみよう、そういう人おるかな。バイバイ。